日本に行きたいとか、日本に住みたい方の中で、ワーホリとか仕事を得る人が多いですね。けれども、その仕事を得る前に面接を受けないといけないですね。で、やっぱり日本の面接は海外の面接と絶対違うですから、今日は詳しく知ってる人を紹介して、いっぱい情報をもらえるようになると思いますので、大事な情報をわかるようになるため、登録して最後まで見てください。それでは、早速始めましょう。カリブ海から来たウッドクだ。あいよ皆さん、チュアンキョンです。このチャンネルで、インタビュー、言語を知ること、そしてブログもやってますので、興味がある方、ぜひ登録してください。今日のゲストは、カレンです。カレン、自己紹介の方、お願いします。はい、皆さん、はじめまして。私の名前は、カレンです。私は、日本語教師です。日本語の先生です。私も YouTube をしていて、私の YouTube では、文法とか日本のルールとかマナーとか、あとは日本の生活などを紹介しているので、ぜひ皆さん見てみてください。まあみんなもうご存知だと思うんですけれども、日本の面接に行ったらスーツとかネクタイが必要ですけれども、それ以外特別なマナーがあります。カレン、そういうマナーは何ですか？はい、日本の面接のマナーは多分本当にたくさんあって、私が面接を受ける時も行く前にすごく調べたりとか練習したりするんですけど、まずは、これは日本だったら当たり前なんですけど、面接の時間の10分前ぐらいにまず早く行きます。そうか、絶対に遅れてはいけません。そうですね。で、面接が始まるときは、まず面接の部屋に入る前に、ドアを3回ノックしなければなりません。詳しいですね。3回4回ダメ、はい、2回ダメダメ 3回です。そうですね。そう、で3回ノックしたら、部屋の中から面接をしてくれる人がどうぞとか入ってくださいっていうので、失礼しますと言ってから入ります。なるほど。それから部屋の中に入ったらもう一回失礼しますと言って、お辞儀をします。頭を下げます。OK。 お辞儀。それから、椅子、自分が座る席の横に行くんですけど、いきなり座ってはいけません。なるほどね。椅子の横に立ちます。そして面接してくれる人、面接官が、あ、どうぞ座ってくださいとか、どうぞおかけくださいと言ってから座らないといけません。OK。 でその時にも失礼しますと言ってから座ります。なるほど。あとは面接が終わったら、立ってありがとうございましたと言ってお辞儀して、でまたドアの前に行った時にまた、失礼しますと言ってまたお辞儀して、それから部屋を出ます。ルールはいっぱいありますね。いっぱいある。だから外国人がそういう面接を受けたら、そういうマナー緩めるかなっていうふうに思ってます。そうですね。外国の人だったら、多分、ちょっとは、ゆるく見ると思います。もちろんしたい仕事について質問されるとか、自分の持ってる経験質問されるんだけど、面接官はそれ以外特に何に気にしてる、何に注目してる？そうですね、大きく2つあって、たくさんあるんですけど、私が大切だと思うのは2つあって、私も外国の人の面接をしたことはないんですが、前に働いていた会社で日本人の学生の面接の受付をしたことがあります。でその時に大切だなと思ったのが、2つあって、まず1つ目は身だしなみ、見た目ですね。髪型が綺麗かとか、服が綺麗かということです。だからもしとても頭がいい人とか、外国人の人だったらとても日本語が上手でも髪の毛が汚かったりとか、服が汚かったりしたらとても印象が悪いです。なるほど。それから2つ目はちょっと外国の人は難しいかもしれないんですけど、履歴書の字が汚かったら
うん、これもあんまりいい印象じゃないですね。うん、だから そういう時にコンピューターで写ってもいいかな。そうだね、最近はコンピューターでもいいんですけど、うん、結構日本はまだ手で書かなければならないところも多いです。これはジョアンにも聞いてみたいんですけど、今まで大変なことや辛いことを経験したことがありますかという質問、ジョアンは何と答えますか？そういう質問されたら、うん、まずそういう大変なことを言って、そしてどうやってそういう大変な状況を超えたらを説明します。 OKOK、うん、バッチリバッチリ、イエス。うん、そうだね。そう、これはあの私は以前タイに住んでたんですね、うん、アジアのタイに住んでいたことがあって、その時に日本人がタイ人の人に面接をしていて、うん、その時に日本人の人がタイ人の人に今まで大変なだった経験、辛い経験はありますかって聞いた時に、うん、タイ人の人はありませんと答えました。あー、なるほど。で、うんうん、多分そうそう、それで多分日本人は辛い経験をしていて、それをどうやって解決したか、どうやって乗り越えたかを知りたいし、そうですね、辛い経験をしている人は、うん、こう成長している。うん、でも多分タイの人の考え方は、辛い経験したことがありますかと聞いたと聞かれた時にノーって答えた方がいいと思った。そうなんで、仕事は辛いって思ったことがあるのは良くないって多分思って、うんうん、いいありませんって答えて、うん、ちょっとあまり日本人の人はあこの人良くないなと思ってしまったことがあったので、ね、ちょっとその考え方が違うから、うん、その質問はちょっと難しいかなと思いました。とりあえず日本は本当に細かいルールとかマナーが本当に多くて、日本人でも面接を受ける前にたくさん勉強します。うん、面接の仕方とかたくさん勉強するので、うん、外国人の人はもっと勉強しなければなりません。なのでこう事前に面接を受ける前にたくさん勉強と練習をしておいた方がいいです。で、日本人でも本当にわからないことが多いので、うん、あの外国人の方はもっと大変だと思うので、うんうん、たくさん勉強して頑張ってください。そういう内容が好きだったら、ぜひぜひいいねを押してください。それでは、あー、ビエント。